お疲れ様さ。おせえよ。今何時だと思ってる？え、今？3時だよ。だよじゃねえから。さすがに遅すぎっすよ、五条先生。今日は待ち合わせの時間から2時間も過ぎてます。ごめんごめん。ちょっと猫を助けてたら遅くなっちゃった。その言い訳も聞き飽きたっつーの。その理由使いすぎっす。今日で25回目っすから。あれ、そう？ごめんね。五条先生、時間を守るのは大人として最低限のマナーだと思いますよ。いやまあそうなんだけどさ、つい。そんなんばっか続けてたら全員から嫌われるわよ。だな。同感。え、ちょ、みんな？どこ行くの？もう呪霊は俺が感知して払ったんで帰ります。待っててあげただけ感謝してくださいね。じゃあ。さーて、マキさんと買い物でも行くか。あ、しょ、みんなってば。行っちゃった。僕ってもしかしてそんな嫌われてんの？もしかしてあの3人だけじゃなくてマキたちにも？いやいや、そんなわけない。でも正直僕がどう思われてるか気になる。ん？そういえば、翔子が言ってたな。確か、自分の好感度を可視化できる術式を使う呪詛師がいるって。会いに行ってみよう。そしてついでに、術式かけてもらっちゃおう。1時間後。ついに可視化できるようになっちゃった。よし！ってことで、まずは試しにマキたちに使ってみようか。お、ちょうどいいところに野原が。野原ー。何よ先生、ここまでついてきたわけ？ストーカーかよ。いやいや違うって。たまたまここに来たら野原を見つけたんだよ。僕ってマジで嫌われてんじゃない？で、なんかよ。マキは？マキさんは今お手洗いよ。あ、そうなんだ。じゃあ仕方ないね。野原から先にやっちゃおう。仕方ないねって、私はおまけかよ。野原に集中して、頭の上に数字が浮かんできたらそれを見る。よし、来た！って、え？ 5？ たったの？何が？そこら辺のすれ違う人レベルって。何？何の話？ねえ、野原、僕のこと嫌い？まあ好きか嫌いかで言ったら嫌いね。ガーン！あ、じゃあマキさん戻ってきたから買い物再開するわ。じゃあね。ついでにマキの数字も。え、マキは 15？ 野原より上だけど数値が低すぎるよ。いやいや、二人は女子だし、めぐみたちはきっと違うはず。多分。1時間後。いた、めぐみ。あ、ちょうどいいところにバンダもトゲもユージもいるじゃん。よーし、みんなまとめて見ちゃおう。あ、五条先生じゃん。何やってんですか、そんなとこで。木登りの練習でもしてんの？あれ、バレた？普通にバレバレですから。むしろそれで隠れてたつもりですか。まあね。こっそり見てみようと思ってたけど、見つかったなら仕方ない。こうなったら堂々と見よう。先生、何してんの？虫眼鏡？こうやった方が集中できるんだよ。集中？一体何を見てるんですか？まずはユージ。ユージは、え？十？引く。何が？十って何の数字？じゃあ、めぐみは、マイナス1万。俺がマイナス1万。どういうことですか？嘘でしょ？僕ってば、めぐみにめちゃくちゃ嫌われてんじゃん。しかもマイナスって、マイナスの数値とかあるんだ。なあ、伏黒。五条先生、めちゃくちゃ落ち込んでるんだけど。どうせまた、ろくでもないことを考えてるんだろう。え、じゃあ、パンダとトゲは？二人ともマイナス100。僕って、すっごく嫌われてるじゃん。今まで人気者だと思ってたけど、嫌われ者だったんだね。そっか、はっはっは。
勘違いしてたよ。え、あ、ちょ、五条先生？行っちゃったよ。どうしたんだろう、五条先生。さあな。俺にもあの人が考えてることはわからないからな。まあ、どうせいつも通り明日には戻ってるだろう。だよな。気にすることじゃねえよな。でも、あんなに落ち込んでる五条先生、初めて見たんだけどな。大丈夫かな、五条先生。翌日。五条先生、今日も遅いだろうな。当たり前じゃない。そんなこと言わなくても分かってるでしょ。あの人が待ち合わせに早く来ることなんか、多分一生。ん？どうしたんだよ、シグロ。いや、あれ見ろ。え？みんな、お疲れ様さ。え？五条先生が、待ち合わせ時間よりも10分前にいるんだけど。これって夢、夢？夢じゃねえだろ。どうしたんですか？珍しいですね。珍しいっつうか、初めてじゃない？まあ、僕も改めようと思ってさ。こうなったら、好感度上げるしかないよね。朝早くから、呪詛師にもう一回、術式をかけてもらったし、今日で絶対、好感度アップさせる。先生でも反省することあんのね。ま、長続きしないだろうけどな。やっぱり、これだけじゃ、まだ好感度は上がらないか。だったら、今日はみんなにめちゃくちゃ優しくする。よし、んじゃあ早速払いに行きますか。あ、ユージ、ちょっと待って。ん？今日はもう任務終了だよ。え？どういう意味ですか？いや、最近任務続きでみんな疲れてるでしょ。だから僕が先回りして払っておいたんだ。え、そうなの？ありがとう先生。じゃあ集まった意味。確かに、それならもっと早く行ってほしかった。いやいや、今日はみんなと遊びに行こうと思って。どうせいつものあれでしょ。実はここに呪霊がいますってドッキリ。なんなん、今日はみんなを高級レストランに連れて行くんだよ。もちろん僕のおごりでね。え、マジ？高級レストラン？どういう風の吹き回しですか。今日はみんなが喜ぶことをするからね。じゃあ秋葉原にも連れてってくれんの？もちろん。バカ、そこは渋谷だろ。何か欲しいもの買ってくれる？もちろん。本当にそんな約束守れるんですか？守れるよん。よっしゃ、じゃあ早速行こうぜ。何買ってもらおうかしら。怪しい、こんなに俺たちに尽くすなんて怪しい。一体五条先生は何を考えているんだ。数時間後。はあ、今日は最高だったわ。ほんと、めちゃくちゃうまいご飯も食えたし、超最高。うん、そっかそっか、それは良かったよ。今日一日で10万近く使っちゃった。いや、でもこれは自分の好感度を上げるための投資って考えれば安いもの。これで僕の好感度もって上がってない。むしろみんなマイナスになってんだけど。なんで？ねえ、なんで？どうしたんだ五条先生。突然パニックになったわね。五条先生、そろそろ理由話してください。なぜ俺たちに今日尽くすのか、そしてここ数日の怪しい行動についても。めぐみ、バレてたの？当たり前です。五条先生と知り合って何年経ってると思ってるんですか。めぐみ、実はね。数分後。なるほどね、まさか優しさの裏にはこんなことがあったとは。まあ確かに、昨日といい今日といいおかしかったもんな。そうなんです、ごめんね、怪しいことしちゃって。別に怒ってなんかないわよ。それより五条先生、本当にその術式の可視化正しいんですか？え？怪しすぎませんか？いきなり五条先生に頼まれたからって素直に言うこと聞くなんて。そりゃ怪しいけど、僕が最強だから優しいのかなって。逆もしかりですよ。最強の五条先生だからこそデタラメの数値を見せて精神的にダメージを与えるということも考えられます。確かにそうね。もし私が敵が近づいてきたら素直に言うことなんて聞かないわね。うんうん、
伏黒の言う通りだな。でも翔子がその可視化が正しいって言ってましたか？そういえば言ってない。ただそういう術式を持つ呪詛師がいるとしか。そうでしょ。だったらその数値はデタラメの可能性が高いですよ。そっか。僕ってばまんまと騙されて。っていうか先生もバカよね。そんな数値に惑わされるなんて。え、本当だよな。そんなことしなくても俺たち五条先生のこと好きなのに。え、僕のこと嫌いじゃないの？嫌いだったら会話もしないわよ。そうそう、俺だったら話しかけられたら速攻逃げるな。俺も五条先生のこと嫌いじゃないですよ。野原、ユージ、めぐみ、みんなありがとう。五条先生って意外とピュアなのね。そうだな、ひっつきすぎるのもうざいけどな。大好きだよ。ま、今日だけは許してやろうぜ。そうそう、一人で落ち込んでたんだから。ま、今日だけはな。その後帰って翔子に聞いたら、やっぱりあの呪詛師は可視化できると見せかけて適当な数値を出す術式だったみたい。この僕に精神的にダメージを与えた罰としてちゃんと対処してあげたよ。とはいえ今回の件で改めてみんなに嫌われてないって分かって正直ホッとしてるよ。シャケ、ツナ、タカナ、明太子、この前、オーカーか。チャンネル登録よろしくお願いします。